さすがヒロト先輩、やっぱうまいねサッカー。うん、中学の頃から有名だったんだって。プロ入りも夢じゃないとか言われててさ。あ、伊崎先輩、それであの彼女でしょ。いや、ほんと恵まれてるよね。汗何拭いてんの。いいよ、自分で拭けるよ汗くん。ゆい、どうした。あ、ううん、なんか私とは別の星の人たちって感じで。おい、ねえ、テストもあったことだし、この後遊びに行かね。あ、最近できた店でタピローよ。で、その後カラオケな。あれ岸本も来るだろ。私はちょっと用事があるから。あ、そっか。じゃあ、また明日ね。また明日。ただいま。おかえりお母さん。あ、ひじきの煮物、お父さんの好物。栄養たっぷりだからね。今日も会議続きでね、ランチ食べる時間もなかったのよ。あの、これ中間テストの結果なんだけど。ん？6位か、あともうちょっとだね。何？どうした？あの、バイトさせてもらえないかな。アルバイトって勉強はどうするの。勉強ももちろん頑張るからさ。もしかしてお小遣い足りない。あ、いや、そういうことじゃないんだけど、もう少し社会のこととか知れたらなと思って。今いい成績を取っておかないと後から困るの。あなたのためを思って言ってるの。お願いお母さん、心配かけないようにするから。そんなに言うならやってみなさい。ただし期末テストでは必ず学年1位を取るのよ。分かった？ありがとう。僕ら追い求めた自分はどこか、遥か遠くから孤立に突破。